はい、こんにちは、ケイドラです。今回は経験値40倍を用いたイザナミ後手ワンパン集会の編成立ち回りを紹介していきます。コラボ始まる前に撮ってるんですけども、今回経験値集会が初個でできるんで、あらかじめ考察ができました。で、この編成だとイザナミ後手ワンパン集会でだいたい50秒でクリアできるんで、1時間で経験値約2000万とかも稼げる可能性があります。もちろん、ショコポイント使うんで、周回するんであれば、基本的に、1時間ショコポイントゼロのベルを使わないといけません。豪絶のワンパン周回だと、キャラ持ちが良くないと真似できない上に、集中力も結構いるんですけども、イザナミだと、ルシファーさえ持っていれば、誰でも真似できるし、めちゃくちゃ簡単なんで、周回も疲れません。しかも、1回勝つだけで学び言えると、モンスポットの経験値プラス取っていれば427,350の経験値がもらえます。ではここからはパーティー編成の紹介していきましょう。まずは1手目、こちらは貫通タイプで、ある程度足が遅ければ割と何でも良いです。なので人気なのはおそらくリドーラ姫の進化前なんですけども、僕は一応事故った時用に重力バリア持ちにしています。2手目のルシファーはこの立ち回りだと必須なんですけども、今回コネ書使っておりまして、紋章に関しては対比の心得極みがついています。なんですが、対弱の心得までつけちゃうと防御弾ブラストで倒してしまうことがあったんで、今回はあえて外してます。対弱の心得を外すのが嫌っていう方は、対比の心得を極みではなく上とかに変えてあげるといいかもしれません。あと、紋章が付けられない方に関しても、代用の立ち回りあるんで、それを後ほど紹介します。3P はモスコミュール。こちらは友情コンボアップ採用なので、パック、ペルセウス、あとはジャイアンとかでも代用ができます。4P は爆発枠プラス、若干スピードがあった方がいいので、今回は重力バリア持ちを採用しています。では実際にやっていきましょう。まあ、ほぼ解説がいりません。とにかくルシファーに当たりましょう。まず1手目ルシファー当たっていきます。で、2手目が若干下の雑魚の間にはまりたいんですけども、まあ位置取りですね。ここだいたいここにいてあげてください。で、まあ、次 4P 触れて誘発でもいいんですけども、まあ、できたらルシファー若干真ん中に寄せたいぐらいですね、気持ち。で、4P ここ足速い理由が、リドラ姫の進化前とかだと、ルシファーにまず届くまでに若干時間かかるのと、ルシファーが飛んでいっちゃった場合、当たれないんですよね。なんで、重力バリア持ちを採用しています。で、あとはルシファーに当たるだけ。これで終了ですね。はい、めちゃくちゃ簡単。これで、まあ、アイテムが湧いたりとか、コイン拾ったりすると、コインが湧くのか。たりすると50秒になったりするんですけども、何もアイテム湧かなかったら40秒台でクリアできます。まあ、今コラボ始まる前にやってるんで経験値は40倍もらっていませんが、はい、こっから40倍もらえるんでものすごい数ですね。で、若干事故った時の対処法を紹介します。っていうのも、ルシファーが角っこに行っちゃって防御弾ブラスト当たんなかったっていう場合、イザナミがワンパンできなくなっちゃうんですけども、そん時は、めちゃくちゃ簡単。フォンフォン打ちます。以上です。まあ、こういう風に、あ、予感しちゃった、角っこ行っちゃったっていうパターンだと、これだと絶対に防御弾ブラストがボスに当たんないんですよね。なんですけども、ここで保険が効いてくるのが、フォンフォン。まあ、基本的にこんなこと起こらないですけどね。2手目適当に打たない限りは。ただまあ慣れてくると絶対ミスったりするんで、その時は防具弾ブラストが届かないなと思った瞬間にフォンフォン使ってあげましょう。これで終了ですね。フォンフォン打てば1500万ぐらいだ。1400万ですね。はい。まあ、こんな感じなので、めちゃめちゃ高速周回できます。これでもね、1分いってませんからね。多分、フォンフォン使った演出で、まああと予感したんで、56秒なんじゃないかな。あ、そうですね。めちゃくちゃ早いです。では、代用キャラ紹介していきましょう。まずは 3P の代用、パックですね。で、あと 4P もフカヒレ皇帝を使ってます。
まあ、こちらは重力バリア対応していませんが、進化後なのである程度足は速い白爆発持ちですね。まあ、立ち回りは一緒なんですけども、まあ、キャラが変わることによって、まあ、特にパックとかペルセウスはゲージがあるんで、まあ、若干鬱陶しく感じます自分は。まあ、ゲージ気にならない人もいると思うんですけども、基本的にゲージは決めないでください。ゲージ決めると時間ロスが生まれます。ファンタスティックで出てから硬直が入るんですよね。はい、でもうこれでワンパンです。はい、今の見てもらったら分かると思うんですけども、弱点判定下2箇所拾ってて200万ぐらい出てるんですよ。ここで耐弱がついていれば倒してしまうんですよね。なんで今回は外しております。はい、で次はもっとキャラ持ちが少ない方向けですね。フカヒレ皇帝2体とルシファーモスコミュール、まあ、パックでもペルセウスでも OK です。まあ、本当に最近ケウサでもそうでしたけども、ルシファーが1体さえいれば割と誰でも編成組めますし、まあ、自由枠もねまあまあ多いので、なんか、まあ、こんなおじさんむさ苦しいおっさん入れるの嫌っていう方は可愛いキャラね編成してモチベ高めてください。まあ基本的には 2P を真ん中寄りに仕上げるって感じですね。これよりもうちょっと右に行っちゃうと防御弾ブラストが当たりません。これ多分ギリギリぐらいかなですね。はい、では最後スーパー代用していきましょうか。紋章なしでモスコミュールとかパックも持ってませんっていう方向けです。まず、1P、3P、4P はリドラ姫じゃなくてフカヒレ皇帝でも大丈夫です。まあ、なんですけどもルシファーこの編成だと全員妖精族なのでコネショはいりません。なんでこのスーパー代用ですね。まあ、基本的にこの紋章なし友情コンボアップなしだとフォンフォンが必須なんですけども、フォンフォンさえ育てていればワンパンできます。しっかり防御弾ブラストを当ててフォンフォンを打ちましょう。そうするとはいこんな感じで1200万出るんで余裕でワンパンしてますね。なので本当に紋章もないしモスコミュールパックペルセウスとか持ってない方はこれで代用もできます。正直 1P、3P、4P もめちゃくちゃ代用キャラいるんで、皆さんの手持ちキャラと相談してやってみてください。今回のイベントクエストのダミアンも経験値周回しやすくて、同時にメダル稼ぎと運極数稼ぎもできるんで割とおすすめです。編成に関しては今回ルシファーコネショ使っておらずやってるんですけども、友情コンボアップ拾って遊撃エルがついてればワンパンできます。まあ、1手目は右下に大体配置しまして、であとはもうひたすらルシファーに当たるだけですね。この編成だったらコネションもねいらないんですけども、メダル稼ぎとかしたかったらスライム入れたりするんで、まあコネションは必要になってくるんですけども、まあめちゃめちゃ編成しやすいですね。防御弾ブラストを当てなくてもこんな感じでワンパンができます。そもそもベル全然持ってない方はこっちで周回するのも全然ありです。以上そんな感じで本日もご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価チャンネル登録お願いします。それではバイバイ。